なんか、ツッツーのさ、そのスヌーピーのさ、黄色い鳥、なんか汚れてる。ウッドストッカー、ちゃんと名前覚えてる。ウッドストッカーって名前だ。ウッドストッカー、ほんとだ、人だ。なんか、マジで、シミとかほんま多いな、お前。いや、そうなんですよ。なかなか大体シミてますよね。ほんまに恐ろいよ、普通に切った。わざと合わせてるの、それってマジで。僕は今日ちゃんと普通に来てきました。僕もたまたまこれでした。たまたま揃ったと。はい。なんすか、なんすか。聞いてなんすか。喉から出てるじゃないですか。聞いてますか。切るわけ何言おうとしてるんですか。気持ちいいですかね。あ、宮迫さん。はい。あれです、今日、やっと戻ります。はい、もう戻ってると思います。駐車場に。何をしたのか。はい、さっき連絡来て、お昼には戻しますって感じだったんで。うん。ついにですね。結構かかったな、なかったもんね、ずっと。そうっすね。ちょっとなんか年末忙しかったみたいです。ちょっと元の姿忘れたもんな。確かに。やっと宮坂さんの大好きなイエトに戻りますね。はい。実はこれ、嘘です！どうも、宮迫じゃないです。そしてアシスタント錦ライドです。どうしたどうした、最初から何してんの。実はね、嘘なんです。はい、嘘なんですよね、これが。何が嘘かというと、はい、今、僕ら、まあ、雑談中、会議中かなに、うん、宮迫さんに i8 が元に戻りましたよ、はい、戻しましたよっていうふうにお伝えしたと思うんですが、はい、それが嘘なんです。はい、まあ、去年活躍してくれた i8 の宣伝歌、うん、はい、めちゃめちゃね、貢献してくれました、動画に。そうですね、マセラティの i8、はい、BMW の i8、それはヒカルさんの車、マセラティは。いい加減を覚えてください。車が分かれへん。マセラティは、もうやめて。BMW i8、 はい、めちゃめちゃ頑張ってくれましたが、ちょっと皆さんも見慣れてきてるし、まあ、まあそうね、宮迫さんもちょっともうこなれてる感があるので、うん、まあ、宮迫さんも元に戻せということをおっしゃってたんですが、はい、実は以前ラッピングをしてくれたあのチームにですね、はい、戻しをしていて、はい、別のラッピングを施しています。そうなんです。はい、元通りには戻っていません。はい、はい、で、まあ、宮迫さんがお家に帰って、うん、もうおそらく i8 確認すると思うんで、はい、その時にどんなリアクションをするのか、後ろから追っかけて、はい、はい、ちょっと撮影したいと思います。楽しみですね。怒られるな。チャンネルを盛り上げるためすいません。そして、まあ、はい、2021年最初のドッキリということで、はい、成功させたいと思うので、はい、ちょっと頑張っちゃいました、僕たちチーム。はい、では続きをご覧ください。どうぞ。頑張ってくれましたね。でもやっと夢迫さんとドライブできますね、うん、絶対乗ってくれよ。一回も乗ってないですか。一回も絶対嫌よ。あれで嫁迫さんとドライブ取りたかったですけどね、うん、あのお願いしてんけど、それだけはほんまに嫌よって言った。嫌やろそれ。ちょっと寂しいですか、もしかして。え寂しい、寂しくはない。あ、ちょっと寂しがってる。寂しくは十分あの頑張ってくれたなとは思うけど、寂しくは普通に乗りたいだけやから。ちょっとじゃあ2021年は3人でなんかそう、そうですね、トリプルオソロしていきましょう。せえよ、トリプルックを。トリプルックっていうの。はい、知らないです。なんだトリプルック。トリプルックじゃない。おい、トリプルックしていきましょう。しません。チーム宮迫の衣装みたいなね、なんか初期のツッツンと宮迫さんの。やめろ、もうあれが原因でどんどん叩かれたんだ。黒歴史や。ちょっとゲイみたいに撮れると思う。ああ、そうか。どうしました。いや、今。大丈夫ですか。はい、トップクエルまで。僕もそうなんですよ。え、どうでした。いや、最高でした。マジっすか。いや、もう買っちゃった。あ、しかも、劇場版用の。そう、でも内容、中身は多分この。あの終わってさ、はい、終わって拍手が起こったけど、えっ、いや、ほんとほんとそう、すげえ。それが、俺最初、はい、見て感動したからさ、はい、はい、拍手、俺は拍手をしようと思って、うん、あのね、導いてやろうと思って、俺、めっちゃ拍手して、でも、ほんまに自然にふわーっと拍手起こったから、あ、すげえと思って。あ、もう、初っ端拍手したんですか。ん、
しょっぱな宮迫さんが拍手したんですか。しようと、あの話聞いてた。あ、僕が説明しました、ね、あ、しようとしてたけど自然に分け残ってこの映画すごいと思ったわけですね。もう今俺分からん、その前半の前半の何秒か返してほしい。なかなか丁寧に説明したつもりやねんけど、僕は伝えましたよ。そうやな、はい、俺拍手が起こらんかったらあれやから、俺が導いてやろうと思って、はい、大きめの拍手しようとしたら全体的に拍手がバーッと勝手に起こってたっていう話をしました。素晴らしいっす。六本木の大きいが噛んでいきなり拍手するのやめてくださいよ、佐々木さん。帰ろう。帰りますよ。おい、お買い物していかないと。この後ですか。ん、この後お買い物ですか。あの、前橋行くんと、うん、パンかサンドイッチ、やん、おかずとかサラダ、オレンジジュース紙パック1リットルの缶コーヒー2ちょっと行きますよ。ほんと行かない。ああ、僕のジーパンです。めっちゃ洗ってないよ。いや、なんとないですよ。うまっ。いや、マジでそうなってますよ。おむつを触るような、ジースターローですよ。オランダかどっか。お疲れ様でした。健康的な、結構。あ、どうでした。一応、あの、エイトを確認だけお願いします。はい、お疲れ様でーす。お疲れ様です。女性と歩いてる。ややこしくないわ。怖い怖い怖い。女性と歩いてる。これもすでに駐車場に隠しカメラはセットしてある状態です。はい、はい、そうです。宮迫さん本当に尾行に鋭いからな。普通に買い物したの。そうなの。素通りしたな。素通りしていた。全然確認してくれてない。買い物袋持ってるから。そうか、待ってか、忘れてんのか。確認して、いや確認す。なるほどな。マジか。確認どうしようか。一旦電話して。電話する。電話して確認してくださいっていう。どうしようかな。なんかそのやばいな、塗装してくれた人がちょっと車の中に忘れ物みたいな感じでちょっと見てもらっていいですかっていう。電話するか、待って、ちょっと。そうだね。お願いします。お疲れ様です。はいはい。安田さん今どこいます。え、家やで。あの、ちょっとさっきあの連絡ありまして、あのi8 を戻してくださった方、チームの方からなんかあの社内に書類を忘れちゃった、それが急遽欲しいらしくて、ちょっとあるかどうか確認をしてもらいたいらしいんですけど。書類、なんかクリアファイルに入ってる書類が中にあるみたいで。申し訳ない、すいません。 あるかないかだけの確認だけでも、とりあえず。どの辺に。いや、ちょっと社内って言ってたんで、一旦見てもらえると。車内。はい。あー、すぐなん、ちょっと、はい、なんか急ぎって、すいません。あー、分かった。もう、はい、とりあえずあるかないかだけ確認したいんで。はーい、すいません、申し訳ないです。はい。大丈夫かな、やってくれるかな。見てくれるんちゃう。確認してくださいよ、ね、きつかったか。
白いぞ。ってことや。何が大成功や。いや大成功も何もお前大成功ちゃう大成功も何もドッキリでも何でも何もこんなもん勝手にまたこれやられてるだけやから。初めての時はドッキリでええけど次はあのただの模様替えやからドッキリはしてないの。いやいや本当にものすごいイラついてるけどイラついてます。一番イラついたポイントは何黄色残してくれてんのやっぱすごい好評だったんで。おふざけんなよ。なんやねんこれ。どうなってんの。すごくないっすね。すげえ。出すの話が早い。飲み込みますね。出すんやなちょっとあのそうですね、全貌見たいですよね。そうですね。なるほどな。僕あのさっき事務所で宮迫さんの大好きな i8 に戻りますねって話をしたんですけど、おうおう、そういうことね。宮迫さんの大好きなものを散りばめて、うん、より大好きな i8 にしたということで褒めてもらいたい。これはもう、はい、ございます。じゃあ皆さんちょっとどうかお願いします。はい、堤と i8 にヘイトを送ってください。いや、その流れは本当にやめてください。どう五章です。この二人にヘイトをたくさんやってください。炎上させてください。お願いします。本当にちゃんと来るんでやめてください。毎回言うけどさこの模様替えも金かかっとるわけやんか、はい、そうですね。そうですね。な、はい、なんで望んでもないものにまた金払わなあかんねんって話なんですよ。それは、まあ、今後の課題ですね。ですね。考えていかないと。課題あるか。お前らお前らの給料から天引きしてやるからな。あ、うん、ちょっとずつお願いします。いや、ドカッと天引きするから数ヶ月無給料だと思え。むちゃくちゃマドラスから食いたなってきたな。このアイゲートちゃんが引き寄せてくれた縁ですから、ね、そうですよ。これを乗せないわけにいかないって話になりまして、まだか新店舗まだ開いてないな、北村のとこな。どうなんですか。はい、本当の見込みが早い、宮迫さん。これは絶対食い行こう。じゃあこれは食いに行こう。ちゃうんちゃんと受け入れてますよ。前は出すから待っとけ。ありがとうございます。じゃあ見てまいりましょう。はい、お前の宣伝がいらんねん。あ、上、あれ、そうなんですよ。上、何やったっけ前。ヒソプリンか。ヒソプリンか。はい、あ、ミヤになったん、はい、分かりやすくね。何が分かりやすくて大好きなマドラスカレー、はい、ハイボール、はい、まあ、時計、これしかも俺ですよ、はい、買えなかったやつ、買われへんかったやつな、はい、あの社長が出してきたやつや、3200万の時計すげえ。ね、でベリーちゃん、ベリーちゃん、素晴らしい。こっちなんや。お、これや、通常の i8 じゃん。ちゃんと残してるじゃないですか。残してるんじゃない、元に戻す、これに戻せって言ったの。
これ変わらずですね。ポンコツ。うん。あ、なんやと。やめてください。俺の車や。全国制覇目標宮田子です。ああ、いいじゃん。本当だ。宮田子のマークもある。目標を掲げてるってね。白かっこいいな。白いですね。かっこいいっすよね。これ貼ってんのか。めっちゃかっこいいですね、白。ハンドル見てください、ハンドル。嫁さこになっとるやないか。嫁さこが横になっとるやないか。ずっと見てますよって。嫁さこさんハンドル。いつも、ね、見守ってくれてますよって。まだ気づいてないとこありますよ。なんやん、どこやん。こう緩めてください、こう緩めて。え、何これ。え、お見またまたそうなっとるやないか、ホイール。これが一番嫌やわ。ホイール一個ずつ見ていきましょう。え、あ、ちゃうのよ。タコラーやって。ほんとだ。僕。うん。これ罪。ああ、はい、罪。ちゃんと痩せた時のあれですね。うん、で、あ、お量やん。え、え、米津玄師か。これそんなに似てないですよ。どうですか。どうですかって悩んで。え、ちょっと、マジでちょっとかっこよくないですか。このカラーリング。いやー、すごい。いや、かっこよくないよ。何言ってんの。アホなんか。おう、ほんでどうすんねん、もう帰れやお前ら。今年はもうこれで頑張りましょう。チャンネル登録者数、また買い物行かれへんやんけ。それで嫁さこさんとドライブしていただいて。おい、何やねん。だいぶ乗りやすいと思う。乗りやすい、街乗り、街乗りよっす、これ。乗れるかアホ。とか言ってまたそのうち気に入るんすよ、嫁さこさん。あ、すいません。ありがとうございます。すごいですよね。乗れないですよね。そうそうですよね。これ乗れないですよね。お母さんも言ってられないから乗れないって。すいません、お母さん、すいません、ごめんなさい。最後詐欺すんために見てましたね。そうやろ。これは乗れないって。お母さんが今はっきり言ったら、これは乗れないって言ってあったやないか今。まあ一回あのほら、純と約束してたのが、もう元に戻ったら純のあのソープランドピンクとツーリングするの無理やなと思ったけど、はい、できるやないか。しましょう、ツーリング。しましょう、ツーリングはしたらなあかんから。ほなな。あ、最後に大成功ってやついただいてもいいですか。あ、はっきり大成功いただいてもいいですか。通り張るからこっち来い。ドッキリ大成功。もうちょっと楽しそうにやってもらってますか。よし、すぐに帰れ。はい、僕らもここで一緒にいるの恥ずかしいんですぐ帰ります。はい、あれ かぶしていけよ。寒いね、ほんと俺もう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これまた乗っていろいろね、全国回りましょう。行きましょう。うるさい。子供食堂も行きましょう。行きましょう、行きましょう。子供食堂は行く。寒いよ。お疲れ様です。